東野浩二が坂田敏夫にパイルドライバー東野浩二の幻ラジオ <music> さあここでお知らせでございますアマゾンオーディオブックオーディブルさんがこれからの配信計5回のスポンサーになってくれましたありがとうアマゾン 私、東野幸治がアンバサダーを務めさせていただいているサービスでございます。プロのナレーターによって読み上げられた本を音声で聞くことができ、スマホでのオフライン再生も可能。ぜひ、幻民の皆さんも通勤時間や家事の合間、お休み前などに耳で読書を取り入れてみてください。おすすめでございます。さあ、 今回のお話でございますけれども、ネットニュースになってました。何のことかわかりません。読み上げます。東野工事が起こした放送事故級トラブル。坂田敏夫にパイルドライバー。ライブドアニュース。うん、確かにこの文言だけを読めば、明らかに僕は、加害者。 坂田敏夫、アホの坂田師匠は被害者でございます。パイルドライバーというのは、脳天食い打ちという日本語名の技、プロレスの技ですね。両太ももの間に頭を入れて、相手の体を持ち上げて、床に脳天を叩き落とす。脳天に、床に直撃するという技でございますけど、僕が坂田敏夫さんの頭を <laughs> 両太ももに入れて、 そんなことしたら本当に放送事故なんですけど、どういうことかと言いますと、そのね、ライブドアのネットニュース読むとね、スピードワゴンの月曜ザナイト、アベマっていう番組があるんですって、アベマ TV なんですか。で、関西の大御所芸人の爆笑エピソードが明かされて、この日は未来のスター芸人候補、大阪の後輩芸人とリモート飲みスペシャルで、学転速、 壁ポスター知らんな滝音炊、ね、音ビスケットブラザーズご賞取ったこうねといったブレイクが期待される大阪の芸人たちとリモート飲みしながらトーク展開で大阪の芸人に関するエピソードを披露する大阪芸人ニュースのコーナーで学天足の奥田学天足は2人とも私の母校県立宝塚高校の後輩でございますうん、えー、面白い漫才ね、うん、するし うーんなんかここ一番もっと売れてもいいのになと思うんですけどもなかなかチャンスをつかみきれてないうん楽天速ですけどもその奥田んあちなみに高塚高校の先輩は桂小枝現在小分子に改名してるんですかねうん小枝三木楽天速っていう高塚高校の OB でございますあと狭間寛平さんの息子さんね えー、言いますけれども。で、その奥田くん、突っ込みの方ね、が、清志師,師匠 VS 坂田師匠というフリップが登場。タイトルを見るなり小沢くんが面白そうと興味津々に。関西では年末に吉本による特番があり、これ吉本芸人百人祭りって僕と清志師,師匠と藤井隆くんが司会やって、吉本の、うん、師匠、えー、八方師匠や、やのりお師匠、さむ師匠、うーん、 来るよしお、ハイヒール、ももこさんのね、上から、下は本当にみ、海外の住みます芸人まで100人ぐらい集めて、2時間の生放送で、いろいろ喋っていただくという番組。初期の頃は、その人たちと一緒にゲームをする。例えば、水槽に使った、水槽を言っても小さい水槽ですよ、えー、水に使った中にあるイ石を、 口で拾えということでえ下から CCD のカメラがある GoPro が、ね、設置されている来吉、うん、師匠が、えー、目をひんむいて水槽に顔をつけて一生懸命碁石を取る、うん、その映像を見て99人の吉本芸人が腹ちぎれんばかりに笑う巨人師匠が小さい三輪車に乗って競争するけれども 長身足が長い巨人師を早く行きたい、勝ちたい巨人師をイライラする、うーん、ペダルを上手に焦げない生放送、急に立ち上がり、三輪車を右手で持ち上げて、高々と上に上げ、そして、硬いコンクリーの床に何度も何度も打ち上げた。<laughs> 何度も何度も打ち上げる、ぶちつける、三輪車をぶち壊す。そんな生放送をしてたんですけども、 これじゃダメだということで、ここ3年ぐらいはトーク、ベースになった番組。あ、こんなこともありました。女性芸人、栗しようーん、みどり翔、えー、ハイヒールももこさん、えー、かつみさんゆりのさゆりさんなど、女芸人、なるみちゃんなど集めて、スイッチオンの問題を考える。ね、一人しか押さない問題を考えるっていう、 ゲームで、うん、里見雅人盆地の雅人師匠ツッコミの方ですねうんその方が考えに考えて生放送で「えー、じゃあ1人当てに行きます」って言ってこの中で「生理が上がった人」って真面目に質問して女性芸人からすっごいクレームが来て <laughs> あのー、すごい叱られた。 っていう番組やったんで、それがまあトークベースになってるんですよ。でそこで <laughs> あ、あとあれです。トミーズのケンちゃんがシルクさん、毎回生放送2時間シルクさんは、リオのカーニバルみたいな格好をして、二、えー、人でチークダンスを踊るっていう、はい、そういうこともやってました。その中で、奥田によりますと、番組のオープニングで、坂田師匠が西川清志師匠に突然、西川清志の妻であるヘレンについて、 絶対俺のことが好きやさー、と豪語。周囲は最初はボケだと思い、いやいや、そんなことないですよ。結婚してるんですか、とたしなめたが、坂田師匠はヒートアップ。ほんまやさー、と言い話西川清志師匠もなめんな、と切れ返したのだとか。すると MC の東野幸治が、じゃあもう対決してください、と促したため、二人のバトルに発展。 生放送にもかかわらず、お互いの得意分野を一個ずつという長丁場の勝負になっていったという、一発目の勝負を提案したのは坂田師匠で、自らのギャグである両手両足で交互に握手を、拍手をする通称、とっちゃん叩き、坂田としのとっちゃん叩きの回数勝負で勝利すると無キになった西川清志師匠は、じゃあ次は、僕の得意ジャンルやと言い放ち、三点倒立対決をすることに。 毎日のように三点倒立をしているという西川清志翔は無難にこなしたが、恒例の坂田敏夫には難しかったようで、東野が起点を聞かせて坂田の腰を掴み、持ち上げるようにして、フォローしたそう。しかしそれを西川清師匠が見とがめて、東野君、何をやってるんだそれは。話せ。坂田を話せ。 坂田を離せと東野を揺さぶったそうでバランスを崩した東野はそのまま坂田師匠をパイルドライバーに決めてしまったというその瞬間カメラは事故を映さないようにカメラを上に向け奥田ら出演者たちも絶対に <laughs> 死んだと思ったそうだが坂田は体重が軽かったこともあってか奇跡的に助かったそう これが放送に流れてしま、流れてましたと、締めくくられた奥田の話に出演者一同終始爆笑していたということでございますけど、爆笑してたらいいんですけれども、全く覚えておりません、僕。そんなことしたんですかね確かに恒例の坂田市長ね、あの、髪の毛ももう生えてなくて、剥き出しの頭蓋骨ですから、もしかしたら、バッチリパイルドライバー決まったら、脳天から血が、 吹き出して、放送事故になっていたのかも分かりませんけど、やってた当事者はそこまで、はい、事故、事故ってな感じじゃなかったんですけど、まあ、こういう風にして、こんなことがあった。まあ、結論から言えば、西川清志が坂田敏をパイルドライバーにして、放送事故にしたと言っても過言じゃないと思います。僕は止めていた。不可抗力っていうことでございますから。 裁判になっても、うん、勝てると思いますけれども。まあそんなニュースもございましたし、あと8月8日、誕生日53歳、前回も言いましたけど、なったんですけど、まあ、いろんなレギュラー番組ーのなんかスタッフさんが気を使って誕生日プレゼントをいただけたんです。うん、時にはなんか、まあお酒、ワインとか、うん、それとか、ランタンめちゃめちゃでかいランタン。 僕が、まあ、アウトドアやからなんですかね。で、旅猿という番組でもソロキャンプ楽しいって言って、またやろうやろうって言ってたからなのかもわかりませんけど、ランタン。ちっちゃいランタンでよかったんですけど、なんでしょうか。テレビ局のね、番組に決まってる出演者の誕生日プレゼントの予算って決まってるんで、それ上限ギリギリに使わないといけないと思うんで、ものすごい、腰のあたり、いやいや、じゃあ膝のあたり、床から膝のあたりぐらいまであるランタン。 なんででこれ複数で行くキャンプの明かりですよね。うんまあ、いただきまして、まあ、どこかの機会でそれも使いたいと思いますけどあといただいたのこれこれ楽しみなんです。プレステ4の最近だからミルダムっていうプラットフォームゲーム生実況配信それが吉本興業とタッグを組んでゲーム生実況してるんですよ。でその中で僕も月2回 あまりゲーム知ない僕がゲームしてる芸人とおしゃべり6から7でゲーム3から4ぐらいの生実況をやってるんですよ。で品川軍団ということで「デッド・デッド・オブ・デイライト」「デッド・バイ・デイライト」っていうゲームをまあ3度ほどやって「品川軍団だ」言って品川君とかロバートの広ロとかこの間は。 ダイアの津田君も来てもらってやってるんですこれはだから鬼が一人暴れ回って誰かがやってるんでしょこれオンラインで,で僕ら4人は何とか協力して発電機回してゲートを開かせて脱走する逃げるっていうゲームなんですこれがまあ面白くて何でしょうかすぐ僕下手くそやから鬼に捕まってねっ言ったらうーん いくら逃げても逃げげててももに乗せほんで、なんか、刀みたいな、なんかそこにぶっ刺されて、で、時間が来たらほどなく、その刀が無、無数の刀が、体を刺して死んじゃうんですよ。で、その間に、いつも品川君が僕を助けにくれて、刺された体をなんかこう、ひっぺ返してくれて、で、体をなんか治療してくれるんですよね。それをまあ、絶叫しながら、吉本興業のゲーム配信するところの、 これマンションのようなとこなんですかね。とある区の、とある商店街の日本で一番小さなエレベーターに乗ってそこに行くんですけど、そこで1時間半、僕もゲーム生実況でしたことないから、スタジオでバラエティ番組収録してぐらいのボリュームの声でやってるんですよ。だから一度僕がね、言ってんのが、殺される、助けてくれ。 殺される、助けてくれ刺されて痛い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 とか言ってたらゲーム生実況終わったあと近所に住んでる方が警察に電話して誰か監禁されてますよってことで警察さんが警察屋さんがやってきて誤ったこともあるんですけど、まあ、そういうゲームをやってる中関西のマルコ・ポロミの番組のスタッフが「プレステ4」でできる ジャッジアイズ、死神の遺言っていうゲームをくれたんですよ。それ何かと言いますと、龍が如くもやっててで、それはそれでおもろいな。うん、堤一さんと喧嘩したりとかしてておもろいな。でほぼほぼゲームしない僕にとっては、うん、ちょっとドラマとか映画を見てる感覚やし、なおかつ、 観楽街でのヤクザの構想、みたいな感じで、まあ、血わきにく踊るみたいな感じで面白いんですよ。でそんな話をしてて、それを、幻ラジオでも知ってたから聞いて、じゃあ何あげる時に、ジャッジアイズ、死神の遺言をいただいたんです。で、これが、くれた理由が、主役が木村拓哉さんなんです。で木村拓哉さんをね、谷原章介さん、ピエール滝さん、遠藤憲一さん、中尾晃さんなどが、もうそれ、もうほんま、まんま、 声優もやってるんでしょうーん、歓楽街の片隅で探偵事務所を構える八神、これ、隆則なんですかね、かつては弁護士だったがある事件が原因で法律家としての道を立ち、以来、町の便利屋として暮らしている、そんな中、古巣の弁護士事務所から連続殺人事件に関係する周辺調査の依頼が報酬目当てで、儲けた単なる仕事のつもりが、その先には矢神の運命を変える闇が待っていたということで、全部暴き出してやるよ。 俺にはその権利があるはずだということで、リーガルサスペンスアクションなんですよね。ねこれなぜ、まあ木村拓哉さんになれるし、なおかつスタッフが渡すときに言ったんが、木村拓哉さんになって、風俗に入って、風俗の待合室で座れますよって言われたんで、うん、がぜん興味が出まして、ちょっとそう、ね、一度やってみたいと思います。とにかく、待ち、 殺人事件の犯人を見つけるよりは木村拓哉さんになって風俗店に入っていきたい。その一心でやりたいと思います。そちらも楽しみでございます。さあ、そして、他にもこの、何でしょうか、2月3月から始まったコロナウイルス、うん、感染者の数も一向に減らない。 まあ第一波が来て次第二波やと言われてますけど仕事の方もリモートが多くなったりとかバラエティー番組とか情報番組でも透明のアクリルをしながら何とか創意工夫でやってるけど品川庄司の庄司君もかかったりとかしてるし仕事の方もなかなかみんなロケもできないという状況でこの間聞いた衝撃のうーん僕昔ルミネの吉本新喜劇出番よく出てたんですもう3年4年ほど前ですからね だから10年ぐらいやってたんですけどその時にいつも一緒にやってくれた福山雅治さんのモのマネでおなじみの大山秀夫さん、うん、子供が今高校大学生中学生3人いてるんですで2人野球やってて野球なかなか上手だとかね、えー、いてて5人家族ですよ大山秀夫さん吉本新喜劇ルミネでやってるんですけどそれがうんセットも立て込んでお金もかかるってことでなんかスペシャルコメディみたいなスペシャルコントみたいな感じでいろんな ボリさん中の黒沢さんとか原西とかクーちゃんとかみんなでコラボしてコントやったりもしてるんですけどで基本大体営業というよりもルミネの劇場に主に出番出てギャラもらってるんです一番いい時はルミネで一番出番出てたっていうギネスに登録したりもしてて絶好調の時はねはいやってたんですよでその大山秀夫さんがこの間聞いた話なんですけどなんと ルミエの劇場も今最近ちょっとまだね再開しだしたんですけれども最長で4か月全く仕事がなかったそうです先月の給料が6000円だったという情報も入っております奥さんいてて男の子3人もう高校生中学生小学校の高学年、ね、一番食べ盛りです仕事といえばツイッターで皆さんフォローしてください いつも自分が作るまあ奥さんが働きに行ってるんで自分が作る料理をテーブルに載せて写真撮ってるっていう仕事しか現在しておりません心配でございますどこかでまた連絡取りたいと思いますうん大山秀夫さんちょっと連絡お待ちしておりますさあそしてそんなこんなで今ふと思い出したんですよ今新しい現場のマネージャーが東京大学卒業した1年目の 人なんですかねもう高卒の僕みたいなやつのね現場マネージャーなんてもったいない話なんですけどもでコロナ騒動の時に引き継ぎがあって吉本興業っていうのもコロナのねウイルスに感染だから陽性になってはいけないから非常に厳密なルールのもとやってるんでもうかれこれついて一月ぐらいなんですが。 まだ一度も全ての顔面見たことないです。ずっとマスクしてるから。鼻、だから、目の、下の目、目の下側のギリまでマスクして、眼鏡かけて、髪の毛あって、もう目しか見えてないんですけど、はい。どんな顔してるのかすら見たことないんですけど、ねいずれコロナウイルスが、騒動が下火になって、 マスクが外す日が来たら、ちゃんとした顔面が見れる日が来ると思います。それがもしくは、コロナウイルス騒動が2年、3年と続き、マスクが手放せなくなり、マスクをしたまま、次のタレントのマネージャーになって、僕の元から去っていくかもわかりません。どちらが早いんでしょうか。皆さんも、いつかね、マスク外して、普通に日常生活ができる日が来れば、 本当にいいと思いますわっもう19分経ってますうんどうしよううんこれよもういつも幻ラジオ聞いています先日朝支度をしながら何気なく聞いたところ東野さんが北陸に移住を考えているとおっしゃっていたのでびっくりしましたおすすめの不動産があればお手紙くださいともおっしゃっていたのでペンを取っています私は金沢で完全予約制の不動産屋をやっています 金沢ならではの古い町屋を扱うことも多く、現在は町屋をリノベーションした物件も販売中です。おっしゃっていたように金沢は災害も少なく町中、町中、町中にもえ緑があり文化的ないい町です。ご興味あればぜひこっそりご連絡ください。わかりました。もしかしたらいつか連絡するかもわかりません。期待してください。えー、はがき、幻ネームちょめちょめさん。 ダディに質問。以前なぜ人を殺してはいけないかという質問に人間が滅びるからやらと答えたというのは本当でしょうか本当です。これ月手法制が毎回インタビューするときにこれ言うんで僕嫌なんですよね。またダディが目標にしている司会者はさんまさんやしんすけさんではなく山城慎吾さんだと思うのですがいかがでしょうか確かに僕は小学校中学校の頃山城慎吾さんはよく司会してました。昼の 帯番組『いい友の』裏でやってたり、よく怒ってました、ジャケットの袖上げていつも怒ってました、あと、ちょめちょめ言うてました、まあ、でも今、平成から令和の山城慎吾は、坂上忍ちゃんでしょう、はい、僕はさんまさんやしんすけさん、ダウンタウンさん目指して、森中、なんとか3人、3組の影を追って見つけたと思った、振り返るのはいつもノリを。 治ノリオノリオオサムですからはいさあ他にもちょっと読みたい手紙あるんですけど次回にちょっと回させていただきますそれではお時間来ましたまた次回聞いたってやバイバイ